限界突破のタイミング、っていうところになります。例えば小園選手を S ランクで獲得しました。僕は今小園選手だいたい5体持ってます、5体持っていれば、まあこれ極みにできるので S ランクの小園選手に混ぜれば極みになるんですけど、これが例えば4体の時ですね、4体しかいない時に混ぜてしまうと、当然限突4、限突4の小園選手を所持している場合と、限突せずに S ランク1体と A ランク4体、を所持していた場合ですね、次のシリーズ限突4していた場合は、そのまま継承という機能でそのまま限突4、ただ突せずに S ランク1体と A ランク4体で所持していた場合は限突が極めにできるっていうことが、できますんで、この辺はですね1回分限界突破が、得する形になりますんで、基本的には限界突破極みにできない場合は、そのまま取っておくっていうのが、いい方法かなと思っております。